あいこちゃんはいって言ってる上上上上こっちこっちそっち今大丈夫、うん、そっちどっちでもいいよそっちでもいいしあのあ今歩いてんのがあいこちゃんターゲットを細く。大丈夫よ今。スタート。大吉。お疲れ。うん、すごいね中野坂上ってこんな感じだっけこんな感じもうそっち側が新宿で、うん、こっち側中野区なのねそう丸の内ですごかったなえ激混みでしょ、うん、あこちゃんちょっとさ申し訳ないんだけど本買ってきてもいい今雑誌うん、うん、ちょっとこれ見てて、うんうんうん、あいいよここ置いとくあっそうこれ一緒に、うん、さんこんばんはこんばんはどうも。うん、寒くないよ。ビル風がちょっと。うん？これを持っていく。え、Wi-Fi 立ってるよ。違う違う。このポケット Wi-Fi 繋がってんだよ。あ、そうかそうかそうか。ごめんごめん。うん、大丈夫よ。うん、すごい2画面で。本屋さん行くの。ありがとう。ありがとう。あ、なんか食べたいな。ねえ、バドさん家で。年相そうそうそう中野坂上マキさん180なんかいい匂いするね169.2 じゃあ 169.3 ぐらいだなありがとう今日はちょっとね大人の女意識してます大ボンさんありがとういいねいいね20個バーガー2個ハート2個ありがとうボンさんすごい匂いするんだけどこれ何の匂いかな何の匂いだThank you.
ございます。あ、いいね10個ありがとう。マドさんお洗濯してたね。お前さブロックだ、うるさいわ。もうまはーい、ね、ご飯どうする、食べた。俺ね食べちゃってる。もうまあ、お腹空いてる、うん、空いてる。どうしようか、なんか買って、うん、いいよ。何がある、ここが駅だから。あ、今日待って、下でそこやさん。カオン、オッケー。ちょっと待って、うん、ここにいる、ここに、うん、ここにいるよ。見えてる、さんに素敵な方挨拶しちゃったよ。ごめん、日本語がよくわかんない。和藤さん、愛子さんに素敵な方挨拶しちゃったよ。和藤さん、僕の名前が呼ばれました。で、さとこちゃんが愛子さんに素敵な方、素敵な方は愛子さんが素敵なのか、僕が素敵なのかちょっとよくわかりませんが、もしくは愛子さんにさとこさんのお知り合いの素敵な方を、紹介した方がよくわかりませんが、和藤さん、はい、僕お名前を呼んだ後に愛子さんに素敵な方挨拶しちゃったよ、挨拶しちゃったよっていうのは、愛子さんが素敵な方に挨拶したのか、さとこちゃんが、愛子さんに、挨拶をされたのか、何の報告ですか。ごめんなさい、日本語って難しいですね。はい。誰か通訳お願いします。はい、あー、ハートありがとう、イヤちゃん。伏線いらっしゃい。愛子さんに素敵な方だね。和道さんに挨拶しちゃった。え？愛子さんに素敵な方だね。挨拶。マーベラス北見さん、
わ愛子さんに素敵な方だねびっくりマーク、和道さんに挨拶しちゃったハートってことでいいのか、全然意味が分かんないですね。それをなぜ僕に報告をするんですか、うん、さとこさんが愛子さんに挨拶しました。あ、なるほど、ありがとうございます。ようやく分かりました。はい、よろしくお願いします。はい、日本語は正しくしっかり主語述語を持って話しましょう。よろしくお願いします。初見さんいらっしゃい。違いしかいねえ。スタバ飲もうかな。スタバ飲んでもいい。一家も愛子ちゃん来るか。なんで頼まれてるの？ここ横断歩道。とんでもない。ちょっと遠いよ、5分ぐらい歩くよ。いいよ、僕だって。でもなんかね、引き紙、うまい棒食べてたよ。800本残ってるもん。あ、そうなの、そう残ってる。明日ね、やるみたいよ、慎吾さん。うん。まず普通に来て。うん。なんかあそこの家でずっとやるって。うん。なんかツバニャンが誘ってなかった？今日夜。ね。ね。なんかみんな結構やっぱり来てるみたい。パルも。あ、パルもいるんだ。うん、パル全然会ってないな。パル会いたいな。ね、行くか今日。行く？ね、うん。行こう行こう。黒服決まってる。ありがとう。私なんか1時間さ遅刻しちゃったらそのためにも怒っちゃって時間ぐらいいいじゃんね。いや、ここね、来たけどあんま美味しくなかった。ああ、美味しくなかった。うん、愛子ちゃんから、あ、オムライスさんいらっしゃい。パルキャスバーにいんだ。後で顔出すか、ちょっとサクッと。あ、そう。なんでできんなの？え、なんでできんなの？わかんないな。へぇ、愛子さん行けないじゃんだ。そうだから、いつも行けないのよ、仕事行ってもね。そしたら面白くないよね。うん、あれは、あの、なんだっけ、なんだっけ、何さんだっけ、ほら、いるじゃん、あの、配信者がたまる場はもう一つあるの。あ、なんだっけ、仲マスター。仲マスターだ、うん、そう、だからいつも私が仲マスターって感じ。ね、イケメンの中松さんかっこいいよね。かっこいいね。うん、話し方がいいし。ね。で、聞いたら独身なんだって。あ、そう。なんかね、その感じしないじゃん。うん、もう子供もいてって感じ。なんかそんな感じ。独身の。なんだろう。バーを長く続ける秘訣なのかな。中松さんの。彼女もいない。絶対嘘でしょ。でも子供いそうだけどな。ね。ね、こうだったらいいね、新宿までね、歩けるしね。そうだね、向こう側歩いてったら新宿だから、うん、もう、ね、見えるわ、ね、見えるね、うん、そうそう。え、もしやゲイ、あ、仲間さ、あ、なんかちょっとそれっぽい、ね、あ、あるな、なんかあるよね、わかる、ね、うん、ちょっとわかるな、わ、うん、かるけど、いるよ。この辺高いじゃない、あ、安いのか。いや、俺のはね、ボロいからアパートなら6万。千万いよ、俺の家。でもなんか、ちょっとその、配置が分かんないんだよね、いつもね、和田さんの家、どんな。そうそうそう。漫画がすごいしさ。
いや、あのね、びっくりするぐらい狭いよ。いや、もう取り方が分かんないな、ちょっとさ。そうだね、うまくごまかしてる。でもね、狭ってみんな言う。うん、すっごいびっくりすると思うよ。うん、ここ綺麗でしょ、ここの風景好きよ。いいよね。こうみんな見て、ここ夜景が綺麗な。夜景ちょっと伝わらないかな、このね、ここでいつもね、あのここ走ってんの、うん、そう、あのステコロのトレーニング、あんま伝わんねえな、カメラだとな。これいいよね。そう、ね、綺麗だよね。うん、多分あれじゃん、昨日の夜中の慎吾さんの名残が、うん、あ、うん、やば、やっぱね、持ち越すと楽だよね、ね、うん、夜中からね、うん、うん、個人だったらね、人の多いから困ってますよ。うん、この辺住宅街だもんね、うん、え、妻には何時に飲もうっつってんの、パルとか。いや、別に特に。あ、そうなんだ。時間とかは決めてないけど。妻にはもう家中が嫌いだから。あ、そっか、うん。そういうのは見ないね。うん、妻にはどこがたまり場なの。ねえ、あんま新宿っていうイメージがないんだけど。ねえ。てか、もう妻にはラブホっていう。あ、そうだね。イメージが。すぐホテル行くもんね。何なんだろうね、あれ、ね、なんかね、いろんなね、うん、若手の配信者とね、うん、いろんなこと言ってるよね、うん、寂しがりなんだ。あ、多分そうだろうね、うんうん、大丈夫だよ、コメント全部読めてるから。ごめんね、エクスパンドはもう止まらないから。あ、でもこの辺車で通ったかもしれない。嘘、この間30分。あ、本当に。あ、そうだね、こっから多分そこをね、突き当たり左に行ったんだよ。うん、そうだ、そうだ、うん、多分じゃ2人ともさ、ブロックしてるからどっちかの、うん、そう、見てるよ絶対。嘘、鮫島見てる、絶対見てるよ。鮫島さん来ればいいのにね、来ればいいのに ね、 ね、うん、ね、そう、デブショーだからね、意外と、うんうん、あ、ありがとう、ハートブック、ありがとう。ここはあのね、俺の枠はね、うん、あの心療内科の待合室って言われてる、ね、そう、メンヘラが多い、うん、あと前さ、あの人どうなった、ゴミ掃除するおばさん。あ、浅井さんね、前ね、配信やってたけどね。ほうほう、最近やってない ね、 やってないね、もうやめちゃったんだと思う、配信、うん、わ、綺麗、これ綺麗、すごい。そう、神田川、神田川なんだ、うん、汚いよ、うん、俺の家、うん、狭いし、うん、配信者の人の家に行くってことはないかも、リスナーさんってばっかだから。あ、確かに。え、リスナーさんの家結構行くの？うん、あの、ほら、地方行った時に。あ、はいはいはい、あるね、あるね、そういうことか、うん、確かに配信者の家行くことあんまないよね。うん、ない、うん、鮫島の家は家の前まではしたけど、鮫島さんの家めちゃくちゃ綺麗だよ今。あ、そうなの。昔はもうゴミ屋敷で、うんうん、よっさんの家みたいに汚かったのが、うん、あの前の彼女さんのおかげで超綺麗になった。今、よっさんちも行ったんだ、うん、新しい方？え？今の方だ、うん、あの、領域に入った時に。あ、その前の時は俺一回行ったことある。あ、そうか、つまり金配置に行ったんですか。
嘘、金林さんの家行ったことない。行ったの前。うん、ヘルツはね今使ってない。あれはあのカメラが入らないから。ここだよ。今ボロアパート。でもすごいね、ツイッターにさ住所さらして大丈夫。うん、変なもの届いたりしない。大丈夫、放置してるから。うん、変なことをする人全然いないよ。すごい汚いよ、ごめんね。よいしょ、ただいま。はい。これね、ボロボロだけどこっち座って。うん。狭いでしょ。いや、ちゅうか、物がすごいね。でしょ？やっぱ本がすごい。うん。ここね、配信ってところで、ね、そうそうそう、全然全然、飲み物なんか買ってくるけど何がいい？あ、お茶とかコーヒーとかなんか缶ジュース買ってくるけど、あ、じゃあコーラあったら、うん、ペプシとコカ・コーラどっちがいい？あ、どっちでもいい、うん、うん、ありがとう。すごい、お香の飲料、独特なすごい、あの、お店みたいな匂いするね。お店みたいな。ああ、いい子ちゃん、いい子ちゃん。おお、おお、バタバタバタね、ほんと、お店みたいだ、私初めてだわ。こうなってんだね。お店みたい。うん。お店みたいだよ。うん。地震来たらやばいと思う。こう すごいよ。うん。上まで。お店みたい。お店みたい。ペコ、うん、あ、いた。お店みたいだよ。お店みたい。千枚でしょ。びっくりするでしょ。いや、でも、うん、これさ、引っ越すとなったら大変だね。そう。引っ越せないね。こっち側にあるものを出せないんだよ。あ、本がすごい、やっぱり、うん、壊れちゃったの。本はね、前からね、すごいなって思ってたんだけど、配信の時から、うん、すごい。ん？脳は怒らない。だって、のんちゃん、分かれたね。モニターがいいね、大きくて。そうそう、コメントとか見やすいし。いいね、やっぱパソコン欲しいな。そしろ。欲しいんだけどな。でもパソコンの配信設定めんどくさいよ。ああ、でもパソコンよりまずは一人暮らししたい。ありがとう、うん、それ灰皿。あ、これ、うん、
タンドとか使う？スマホ。なんかここでちょうどいい。いい、ちょうどいい。あ、ありがとう。すごい。おしゃれ。あれ放送できてんのか？これ見えてる？見えてねえか。あ、ワドさんにこれ。うん？お、ありがとう。何それ？なんかわかんないけど。うん。ね、リスナーさんにねもらったんだけど、うん、私ご飯とラーメンが一緒に入ってるちょっと苦手なんだよね。おー。なんかこれ、うん、よかったごめんね。ありがとう。頂戴します。リスナーさんありがとうございます。いただきます。僕が食べます。あるから、ここに最近はここからこうやってマット出せる。こっちでも3面でやってる。すごい。そうそう。なんか自分のさ、うん、慣れてる配信画面じゃん。自分の部屋の配信画面に他の配信者さんが映ってると、なんかすごい面白いよね。ね。青山かどっか黒マーツじゃないけどさ、はい、ごめんね、うん、優しいよねやっぱりワードさんは、ね、そのない優しいよ。暑いよねちょっとこの部屋。鳥がね、うん、暖かくないと、湿度も高くないとダメだから、うん、暖かくてちょうどいい。ちょうどいい、うんうん、独特な家です。ごい独特だよね。独特すごい、うん、そう。よく変人って言われるから。そういうことないじゃない、うん、ヘルスの待合室とか言われて。ああ。あ、こういう感じなの。なんかね、ピンクなお店で赤い照明をたくらしくて、うんうん、だからこっち側を見ると、うん、なんか男のリスナーはヘルスの待合室みたいだなとか言って笑うんだよ、うん、あ、そうなんだ。ヘルスってこういうまで。あ、運勢25個、ありがとう。わかんないよね、女の人だとね、うん、待合室なんかどうなってんのかな。わかんない、ね、うん、つまりやってんのかな、今。あ、そっか、ゆあちゃん両方とも見るのか。不思議。うん。金梅さん、よっさん、四季、パルパル。パル、パルがいいのか。うん、あれそばにはやってないね。やってないよ。スイキャスかな。ほんとだ。キャスバーにいる。おぉ、びっくりした。これはパコの流れとか。ケビ、お疲れ。勘弁して、下品だよ、君たち。
車ないもん。リスナーさん車出してるね。あ、面白いね。リスナーさんに車出してもらって。うん。私のリスナーさん車出してくれないからな。いる？いないんだよね。旅配信とかだとね、なんか、うん、来るのが珍しいからさ、配信者が出してくれたりするけど、そう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 、来ないと慣れてるもんね。そうだってもうこの近所の歩いて5分にリスナー 5,6 人いる。あ、そうなんだ。そうだから今日お前走ってただろうとか、うん、俺何丁目に住んでるからとか言って、うん、そう目撃情報が、お前コンビニ行ってただろうとかあ、でも、うん、うちの近所にもいる。いる？何人かいる。一人コンビニでリアトツ来た。飲み行くんでしょこの後ね。うん、はい、ワドツ、あいこちゃん来たよ。無事到着したよ。うん、こんばんは。すごいな、なんか愛子ちゃんがこの部屋にいるってなんか面白いね。のんちゃん、やきもち焼いちゃう。のんちゃん発表してんのさっき。あ、ほんと、うん、だって自分から別れようって言ったのに。のんちゃん見てる。煽るな。てか、のんちゃんに会ってみたいな。のんちゃんすごい面白いよ。うん、え、近くに住んでんの？ちょっと行った、うん、遠いな。無理無理、刺されちゃう。でものんちゃんがさ、復縁したいって言ったら、うん、ね、するでしょ。まあ、わかんない、どうだろう。うん、ねえ、なんか面白いね、不思議な感じがするね、うん、愛子さんがいると。来ればよかったのに、疲れちゃったの。うん、まあまあ、ずっとやってるもんね、プレミアムリスナー。今何位？7だよ、7位。疲れちゃった。嘘、もしかして昨日の原因でまくったの、うん、あ、そう。ごめん。まあでも、まあ、しょうがないよ、慎吾さんは。うん、でも何位狙ってんだっけ。でも、6位も7位も、うん、同じだから、金額が。あ、そうなんだ、うん、じゃあまあ、そこはね、うん、さすがにさ、ずっと付き合いある先輩っていうか、ニコ生の時代の人からさ、あ、ニコ生時代からずっとだからさ、だってまだ私1年、うん、ねえ、まだ ね、 そうだよね、もうすぐ2年でしょ。まだだってヒカルくんのリスナーでね、沸かせてた頃が最初の頃だもんね、うん、てかヨッサンより閲覧多いんだ今。すげえな。でも四季とか近藤首長とかツバニャンとかいらないんだけど。でもツバニャンと金梅がもう本当にすごいね、1位2位だね、うん、だからもう四季も近藤抜くんじゃない、うん、どうだろうね、分かんない。この人たちも持ってるから、うん、誰がどうなるのか。でもまあだん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 差がついてきたよね。ここの差ができて、うん、ここ3人分かんなかったじゃん、うん、それが金梅さんがとツバニャンのもう一騎打ちになったし、うん、ここがね、ここの3人が乱戦で、うん、ここも、あ、まあここは2人じゃん、うん、だここキープって感じじゃん、うん、だから慎吾さんとコラボして2人でガッて上がっちゃえばいいんだよ、うん、ここを離せばもう確定でしょこれ、うん、そうだから私も年積慎吾と会ってみたい、ね、そうそうそう、そしたら慎吾さんにもメリットあるし、うん、愛子ちゃんももしかしたら2人がこっちに食い込む可能性あるから難しいよね。そうだね、うん、まあ8、9、まあこの辺は大丈夫だと思うけど、うん、でもまあね、油断禁物だから。愛子ちゃんスマホスタンドさ、うん、なんかいつも画角がおかしくない？それもったいないからさ、スマホスタンドなんか買えば。あ、持ってんのよ。持ってんだ、うん、愛子ちゃんいつもさ、あの画面が雑なんだよ。天井向いてたりとかさ、ガラス曇ってたりとかさ、俺たまにロムって見るときに画角適当すぎるだろうとか思って。一応あれね、リスナー離れちゃうからさ、もったいないよ。あ、いいじゃん、これに置いときなよ、ここに。こんばんは。あ、クリックさん、どうもどうも。
いやいや、慎吾さんにお願いするよ。多分ね、いいって言うと思うよ、慎吾さん全然。けど、コラボしまくったもん勝ちゲームだから、そうそう、これは。ほんとそうだよね。うん。いろんな人でやりまくってる人が勝つんだよ。だから、パルにね、温泉誘われてるんだけどさ。行きなよ。京都なんだけど。京都だから、と思って。それで、近場で、ね、ね、やればいいんじゃない？そう、近場はいいんだけどさ。うん。なんで京都なんだろう、うん、どういうセンスなんだろう、なんかあんの、うん、京都な理由は、あ、エルマルちゃんが京都だから、あ、そうなんだ、あの子、うん、昨日そうなんか作戦あんの、愛子さん、もう何にもないよ、何にもないの、うん、クッションがあるからなかなかね、あー、善逸リスナーさん、昨日お世話になりました。善逸くん全く絡みなかったけど、すげえなんか慣れてるね、なんか風格があって。延長する？でも完食できるわけないじゃん。50本でギブだよ。50本でギブ。無理無理無理。部屋いい感じ？いや、普通に汚い狭い部屋だよ、本当に。放送切ったら、あやこちゃん伸びるから後で切ろう。あやこちゃんのところで集約しよう。ありがとう。うん、大丈夫？リスワンは多分大丈夫だね。リスワン別にいらないもん俺。じゃああと23分でちょうど延長切れるからさ、うん、23分後に俺も切るよこれ。そしたらあやこちゃんのところに流れるから、うん、ありがとう。大した数じゃないけど、うん、270人だけどみんな見てくれるから、うん、ゴミが欲しい。いや、明日ね、本当は今日愛子ちゃんに慎吾さん紹介して、で、あの、慎吾さんの企画、ただ慎吾さん昨日で疲れちゃったみたいで、で、今日はやらないって言って、明日やるって言ってたから、明日だったら、あれだよ、トム池の家、うん、うん、全然 OK だから、ね、うん、でもさ、池上ってさ、タバコ吸えないじゃん、え？タバコ吸えないじゃん、俺ガンガン吸ってたよ
え、家で、うん、そう、タバコ吸っていいって言ったら、うん、吸ってる人もいますって言ってじゃあ電子タバコにするわって言ったんだけど、うん、俺ガンガン吸ってたねあれ悪いよねでもさ、トイレが共同なんだよね。そうなんだよね、和式だしね。やだな。そうだよね。やだな。うん、確かにまあね、池上の家ね、入り口がめっちゃ臭いんだよそう。まあでも盛り上がると思うよ。だね、慎吾さんいて、愛子さんいて、うん、っていうかね、慎吾さんと絡みある。てかね、吉谷さん家に行ったことあるの。あ、そうなの。うん、えー、え、嘘、知らないんだけど、その場合吉江さんと絡んでるの。うん、慎吾さんと。間に合いなかったの。え、なに慎吾さんの家に乗り込んだってこと。単身で、うん、え、あのあれと、癒しの陣と。誰それ。知らないよね。知らない。うん、そうか、そのやつ。うん、え、で、なに、吉江さんとどんな絡みしたの。吉江さんと、あの、まあ、旦那さんっていうか、うん、彼氏とか、うん、ちょっと4人で、うん、ご飯っていうか、なんかご飯食べたの。なんかあの買ってきた、なんかね、スーパーで買ってあったパスタパスタとか。配信回したのそれ。あ、うん、でも、うん、あの、ね、入り口までしかダメだ、うん、玄関で何パスタ食って帰ってきたの。うん、玄関じゃないよ、ちゃんと。あ、うん、あの入り口のね、うん、リビングで、うん、面白いな。時にもう思いっきり売名じゃん、うん、でその時に、うん、ね、2、3日帰ってこないんだよねって言って。あ、何やってたんだろうその時。それでね、フルーツパーラーで、うん、ちょっとね、フルーツの盛り合わせを持ってったの、はいはいはい、新宿のね、高野ね、フルーツパーラー。あー、はいはいはい、やっぱいいの。いや、その時に、うん、その癒しの陣っていうのが、うん、前にね、関慎吾と吉江さんをね、車に乗せたことがあるとか言ってて、うんうんうん、あ、俺は繋がりあるよっていう。そう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 、うん、大体そういう人ってないパターンだよね、あんまり。本当にあったの。本当にだ、本当に。あ、そうなんだ。ただその、まあ、内縁の旦那さんみたいな人がやっぱり、はいはい、こんな時間になんだとかって説教みたいな感じって。まあ、そりゃそうでしょ。うん、8時5だからね、夜、うん、あの辺真っ暗だし、何もないしさ。うん、そう、電車で行ったんで、新宿から遠かった。そうだったんだ。こんばんは。あ、ワンワン。あ、いらっしゃい、ワンワン。出た。出た。ね、こいつ、あれなんだよ。これ嫌いなの？うん、じゃあ仲悪いよ、俺。こいつが、あの、整形して、うん、あの、横浜の風俗店で働いてんのとか、全部暴露したの俺だから。え、横浜で働いてたの。そうそう、横浜、何だったっけな、店の名前忘れちゃったけど、うん、そうそう、のりこ川かね。いや、のりこじゃないから、まあまあ、風俗で働いてたの。本人は働いてないって言ってんだけど、うん、リスナーさんが全部タトゥーとか、うん、全部ビタビタにあって、で、うん、設定とかも全部一緒で、うん、で、最終的にはね、なんか泣きながら認めてた、ごめんなさい、ごめんなさいとか言って、嘘ついた。そう。なんかね、むちゃくちゃな設定で、最初は、うん、あの、なんか、なんて言ってたっけな、なんか写真を店のオーナーに貸してるとか言って、うん、その風俗店っぽいこんなやつを貸してるって言い張ってたんだけど、うん、そんな貸してるわけねえだろうっていう話になって。あ、まあね、うん、確かに。そう、あー、指名のその写真ね。で、貸すわけないよね。貸すわけねえだろ。なんでその設定とか、うん、なんかみんな結構やってるよね。まあまあ多いよね、そういう仕事やってる人ね。そうそうそう、そういうなんか
ね、お客待ちの時の、ね、うん、配信やったりとかしてるのね、待機の時とかね、うん、全然いいと思うけど、もう過去はしょうがない、ね、ずっと喧嘩してる。そうなんだ、ね、あこちゃん綺麗だよ、あこちゃん今日綺麗だよ、なんか今日愛子さんさ、え、暗いからかな暗いと美人なの川ひなと仲良くはない、嫌いなの、なんか悪いの、だって約束の10分前まで配信してんだもん、でそっからさタクシーでさ間に合うわけないのにさ、何の約束したの、あの大阪の時にね、帰る前にご飯食べようって言って、もう3時間ぐらい前に、うん、約束して、うんうん、それでタクシーで行くからって言ったのに、うん、でなかなか配信終わんないから、うん、いつ来るのかなと思ってた、10分前でも配信してるからさ、うん、もうあっちが、まあ、頭に来た、うん、そう、なのにさブロックされてさ、で私が悪いような言い方でさ配信やっててさ、うん、でこの間会った時もさ、うん、謝んないしさなんでみんな喧嘩すんの、なんかみんなさ仲良かったり悪かったりするのまあ俺もワンワンと仲悪いから、まあ男性同士もそうじゃんまあまあ、なんなんだろう、配信者って ね、 ね、癖、キャラが濃いからかな、うん、みんな、でもまあ友達でないけどね、まあね、配信仲間、じゃあこいつの彼氏もムカつくんだよ、ワンワンの、ああ伊藤ね、そう、私も大嫌いなんだよあいつ、一回多分ね会ったらぶっ飛ばしてやろうと思ったよ俺、うん、なんか調子こいで、あいつね、うん、全然面白くないのにさ、うんうん、あ、花火ありがとう、うん、こんばんは、うん、なんだろう、なんであいつ人気なんだろう、養分伊藤ってやつ、でも最近全然もダメじゃん、まあね、まあすぐバレるよね、面白くないのは、うん、やっぱ3年キープできないと無理だよ、うん、あんなすぐ消える、むしろワンワンに助けられたくらいだよ、あの、ね、養分なんで、うん、ワンワンみたいなブスと付き合ってる変な彼氏っていうことで、うん、そうそうよくあんなブスと付き合うなっていう、うん、なワンワン、こっちコメント全然流れない、こっちんと付き合ってたんだっけ、あ、てか結婚してたよ、え、そうなの、え、2人子供、あ、そうなんだ、いる、5人中の、お、5人中のさ、2人は、じゃあ元嫁が元嫁の、なんだろう、売名、売名みたいなのか、うん、そうすげえ恥ずかしいやつじゃん、うん、あんなにつまんねえ配信見たことねえもんな、うん、腕がなさすぎる、ポットでの息がすごいこれ、これもいつもつけてる、うん、つけてるよ、すごいよね、ダサいダサいって怒られる、でもほんとワトさんはいつも一年中黒い T シャツ、ハートの T シャツって感じあ、こんばんは、いらっしゃい、俺じゃ閲覧伸びないよ、あのパルのところ行こうスバニャンと、なんで？だってツバニャンさコメントで誘ったの？っていうか LINE の方で。LINE ブロックしてる。多分ブロックされてる。こっちに綺麗だね。うん。顔整ってるよね。なんかこっちに最近ふわっちやってなくない？ね、やってないね。ね、ツイキャスの人なの、もともと。そう、キャス。あ、そうなんだ。キャスの人全然わかんない。え？私、どうした？iPhone って。え？
家に置いてきちゃった。うん、持って。さっき両方でこうやって見てたんだよ。いつ頃まで使ってた？え、和道さん待ってる時まで両方。パン屋さん、ボックスティッシュ置いてた手すりのところ、手すりのところないと思うけどな。はい、こんばんは。このお茶なんだ。あれじゃん、コートの中だ。コートの中だ、それだ。ごめんね、うん、コートポケットある。うん、あった。ごめんね、ありがとう。よかったよかった、うん、ここで検索して出てこないから。あー、出てくるんじゃないの、わかんないけど。ブロックされてんの。うん、どうすんだろう。あ、出てきた。リスナーでしょ。うん、うん、でもまあキャスでも配信やってるけどね。あ、そうなんだ、うん、へえ。会ったことない俺。会ったことない。あ、あるわ。あのデリーで、うん、地方で、うん、地方デリーで回ってるんだよね。うん、2回ぐらいある。全然すいませんね、すいません、ごめんなさい、すいます。ダメだね、普通のやっぱ紙タバコに依存してるね。あー、アイフォンテン綺麗だね、全然違う、うん、もう顔認証でこうやって。え、嘘、顔で、うん、顔でやってやって、ほら。え、ロッカー、あ、ほんとだ。やってみ、ほら。できないの。うん、できないから。あ、ほんとだ。へー、え、もうじゃあ画面向けただけで勝手に外れんだ。うん、すげえ、ほんとだ。すげえ、一瞬じゃん、しかも、うん、なんでもともと配信やろうと思ったの、あいこちゃん。やろうって思わなかったの、うん、なんだけど深夜町のね、見ててね、美味しいもの食べてね、一、うん、回着た洋服はね、着ないしさ、うん、ね、捨てちゃうし、そんな生活してる人だったらね、うん、私もね、できんじゃないかな。美味しいもの食べてるだけでさ、うん、ね、花火もらえるんだったら、うん、私にもできんじゃないかなとか思ってて。なるほどなるほど。あ、ハート、ありがとう。そしたら意外とできたって。でも2週間配信、ね、やってなかった時は、うん、何喋ったらいいんだろうと思ってできなくなっちゃった。わかるわかる、一時、うん、スランプになるとね。そう、閲覧も全然なくなっちゃって、やっぱり、うん、ね、2週間もやってなくて。そうなんで、大変なんだよね、うん、意外とね、キープするのね。そう、だからやっぱり毎日ね、やんなきゃダメだなと思った。30分でも、例え そうだね、うん、間違いない、うん、長ければ長いほどいいよね、うん、本当に。だから一回その2週間ぐらいやってない時、ずっと閲覧50ぐらいでさ、うん、全然ダメです。あ、うん、
50微妙なところだよね。30から50ぐらいで微妙、一番苦しい時だね。そう、わかる。それでアンチばっかで、あすごい、ヒカルくんのアンチとかでしょ。ヒカルくん系の、うん、もうね、ヒカルのね、リスナーはそんな、ね、まあ、潜ってないと思うんだけど、そんなまあまあね、今落ち着いてるでしょ。うん、ずっとブロックね、されたまんまだから、ヒカルに本当に仲悪いんだね。なんか知らないけどね、向こうがね、うん、でもキャスは解除した。へえー、面白かったんだけどな、あのほらヒカルくんがさ、郡山にいるときに、うん、あの俺旅してて家いるとき、愛子さんから電話かかってきて、愛子さん発狂してて、ヒカルくんとかの電話聞いて、何この人って、リスナーなんですよ、うざいんすよ愛子は。俺だから愛子ちゃんがそのヒカルくんに電話してるくだりは知ってたの。あ、そうなんだ。そう、あの配信者になる前から愛子さんのこと知ってて。あれかな、あの郡山にいないのに私が郡山にいるって嘘ついた時かな。か、わかんない。その内容までわかんないけど、ヒカル君がずっと怒ってて、あいこうぜえよとか言って、隣で聞いてたから。うん。でも違うね、あれは。いいカモができたのに配信者になっちゃってるから。だから東京で、なんていうの、東京のヒカルの三つぐりすなって、なんかね、いなかったらしいんだよね。あ、みんな地方でしょ。そうだね。で、時に、前、なんか直徳とカマかけてね。うん。なんか、あの、ね、なんか前電話かかってきて、ちょうど休憩中にかかってきて、うん、ね、ヒカルから、どうしたのと思ったら、はい、こう、頼みがあるんだけどって言うから、うん、まあね、これかなと思ったから、うん、え、いくらって言ったら、うん、たら、いや、いくらでもいいんだけどとか言って言うから、なんだ、ごめんけど、あ、本当だ、愛子さんの方だ、配信する、あ、本当だ、ね、いくらでもいいんだけどって言うから、うん、じゃあとりあえずね、1万だったらいいよっつって、え、本当にいいのって言われて、それで何時頃振り込んでくれるって言われて、でちょうど休憩中だったから、だからね、7時ぐらいだったらね、振り込めるよっつって言って、それヒカルくん、うん、へえ、あるんだ、配信内で振り込んでくれとかあるんだ。そう、電話来て、そんで、それで振り込んで、でね、振り込んだら、ね、振り込んだっていう風にね、LINE でね、送ってくれるって言うから、だからちゃんとほら、あの、ね、あ、証明をね、そう、明細を取って、で、送ったの。ただそれ賭けだったの。どういうこと？え、直徳さんと、あー、要は愛子さんに一番振り込むかどうかを賭けてたんだ。そうそれはひどいよね。ひどくない？その電話のやり取りをさ、動画でさ、撮っててさ、ツイッターに上がってて、上がったっすよね。あ、やられたわと思ったもん。それはヒカルくん、ひどくない？ちょっと。でも、ヒカルは絶対にね、振り込まないって。愛子はね、俺が頼んでも、いやいやいや。振り込まない派だったんだ。でも直徳は絶対ね、ね、ヒカルが言ったら絶対愛子はね、振り込むっつって賭けをしてたらしい。直徳さん頭いいからね、読みいいからね、やっぱり好きな配信者から電話かけてからさ、やっぱそりゃ振り込んじゃうんじゃない。あ、そういうもんなんだね、リスナーだったら。へえ、うん、女ってバカだから。え、もともと誰のリスナー自体は誰を見てたの？いや、でもいろいろ見てたけど、一番はヒカルくんだよね。うん、てかやっぱりみんなヒカルっていうのあんだけど、その前はエビゾーさん。あ、エビゾーさんなんだ。エビゾーさん意外。そう、だから、え、だってエビゾーさんその頃って過疎だったでしょ、うん、あの配信もう復帰したてで、まだみんながさ、ふわっちやってない頃で、ツイキャス、キャスで見てて、で、それでちょうどそのね、エビゾーさんに会いたいなって思ってた時に、たまたま便所太郎が蒲田ね、うん、で結構さ近いのね、はいはい、え、鎌田いると思って速攻化粧して、うん、初めてのリエットとか便所太郎なんだか知らないからいいやと思って、でもおお本物だと思って、そこで初めてで、でな時に、そう3年ぐらい前だ、3年前、でその後に海老蔵さんが山手線、はいはい、ね、リアトツやってて、もう行きたいと思って、たまたまその時もね休みで、でもそこ化粧して、でもうその前からキャスでね、もうね、海老蔵さん大好き大好きとかして書いてたから、釣りだと思ってたんだって。海老蔵さんモテるよね、女性で、優しいよ。何なんだろう海老さん、いや、まあ、優しいの分かるんだけど、それで、あの田端っていう駅か、だから誰も来なくて私だけだったんだよ、うん、それで初めて会って、
成虫も何回もして海老蔵さんと何それそれで、それでニギニギしたのずっと海老蔵さんをすんごいでかい、海老蔵さんすっごいでかい、何の話だよこれ誰とこなんだよこれ。それで、それで手つないで一息手つなぎながら歩いて配信して、あ、じゃあこっち放送切ります。皆さんありがとうございました。はい、こちらは枠集合でオツです。